はい、こんにちは、ずいふうさんです。今日は、YouTuber のゆたぼんさん、なんと中学生 YouTuber ですね。2008年生まれということです。少年革命ということでね、もう不登校宣言、出してね、学校には行かないと、言っておるそうです。賛否両論あって、いろんな意見、肯定意見もあれば否定意見もある、ね。いろんな意味でね、議論を呼んでいるということでございます。とにかくね、いい悪いは置いといて、とにかく運勢の方を見ていきたいと思います。パッと出した瞬間ね、もう時代の代表、時代を代表して、何かに取り組む運命、運勢、ということですよね。とにかくこの時代に生まれたということ、この時代の問題点ね、そういったものをね、一身に背負って、生まれてきているわけです。ですからね、で今そのずいふうさんは高校の教員やってまして、中学でのね、やっぱいじめってすごいなって、やっぱすごい思ってたんですよね。で、定時制高校にいたんですけども、もうすごいいじめを受けてね、で言葉足らずだから説明できないんです。でもうやることはもうね、暴れるね、暴れて、でもうどうしようもないと、暴れたらもうどうしようもないということでね、で、定時制だったもんですから、その中学の先生とも話をしたんですが、中学の先生もね、この子はもう凶暴だから、もう取らない方がいいですよって、ご迷惑になりますからとかね、言うんですけども、でも、ね、そう思ってこう来てみるとね、実はものすごくいい子でね、友達もたくさんできてね、平和に暮らして、どこがこのものすごくいい子なのに、あれ、どういうことだろうってやっぱ思ってました。だからそれだけね、その中学による、その中学のね、そのいじめってやっぱすげえんだろうなみたいなね。で警察もね、その逮捕するわけにはいかないんでね、もう大人だったらもう完全犯罪でしょそれはみたいなね、逮捕でしょみたいなこともね、されている。そういうことでね、いやー、これでね、その、ずいふうさんが当人だったら絶対不登校になっちゃうよねってやっぱ思ったんですね、その時ね。本当はもう行かなきゃいけないんでしょうけどね。だからもしそういうようなね、状況が生まれたならね、ということはね、やっぱ思ったりとかして、思うところもたくさんありました。で、そのやっぱりこの時代、だからもうちょっと前にね、そのやってたんですけど、そのまた次の世代っていうことですのでね、かなり改革していかなきゃいけないっていう、そういう年、江戸制天皇制、ね、ポジションの時代っていうのは、その次々とルールを変えていく。だからもうこれはもうどうしようもなかったらもうしょうがないですよみたいなね、通信制もありますしみたいなね、やっぱりそういうようなところとか、新しい道ってことだと思います。でも学校は行ってはもらいたいと思いますけどね。で通信制もあるしね、新しい道もあるしで、そういうことにかけて、議論してくださいよって運勢なんですよね、実は。いい悪いは別としてね、議論してくださいっていう、その射手座の20度というところに太陽がありますんで、もう大いに議論するということね。で、いい悪いってこう決めないね、決めないでこう話し合うとかね、議論するとかで、そういうような思想の部屋なんでね、思想のサインなんでね、そこに太陽と火星5がっちりあって、で海王星が援護している。で天王星と土星が T スクエアっていう、そういう
ちょっとかわいそうだなみたいなね、配置してますんでね、やっぱり代表してると思いますし、こういったこと、小学校の時やっぱつらかったね、経験もね、やっぱあると思うんですよね。ですからそういったことで出てきたんだなって、まあ代弁者だな、そうだそうだって言ってる人もいるし、それは違うよと言ってる人もいますしね、大いにね、議論してもらいたいと。こういったところでございます。で、やっぱりそうですよね。まあその知識というのは勉強すればね、ものすごくできるようになる子だと思いますしね。まあ通信制かなんかでね、まあできれば中学行ってもらいたいですけど、勉強をね、いっぱいしてもらいたいと。ね、それでないとやっぱもったいないなっていうね、気もしますんでね。それをやってもらいたいなとは思います。いっぱいね、勉強して、で、まあ全国、世界で、まあ不登校とかね、いじめ問題とか、悩んでるね、人をね、救ってもらいたいなっていうことは思います。ですからね、で、まあ満月に近い、ね、満月に近い月相をしておりますんでね。満月に近いということはもうね、もう社会に出て何か代表して何かやるっていうね、ことですよね。ですから、布教活動みたいなね、布教活動っていうかね、そういったこと、やっていく、定めなんだなと思います。なんでだと思う。なんでここに生まれたんだろう、自分は。おかしいじゃないか。ね。なんでだ。隣の子は恵まれてるのに自分はこうなんだとかね。なんでだと。ですからまあそれも自分でその選んで生まれてきたわけです。この家に生まれるってね、決めて、じゃあ神様にね、じゃあ僕ここで生まれますので、ここで修行しますね。だから行ってまいりますって神様と約束して、じゃあこういう約束ってどういうことですかってね、ホロスコープもらって、生まれてきたということですよね。ですからもう見れば見るほどやっぱりかなりの一石を投じる、こういう人がやっぱり一石を投じる、そういうようなね、宿命というかね、まあそういう立場に追い込まれるんだなっていうことはやっぱ思います。まあでもね、突破力はありますんでね、こういう方ってね、突破力がありますんで、すごいことになると思いますし、プロ野球選手だったらすげえ選手になるんだろうなとかね、勝手にいろんなことをね、思って、星野仙一だよねみたいなね、勝手にね、思ってますけどね。まあそういったことで。で、まあ、恋人ができましたとかって言ってましたけど、まあ恋愛はもう非常に伸び伸びとしてね、楽しい恋愛ができる、ね、まあ将来的にはもちろんモテる子になります。モテモテです。ですから、まあ一歩社会に出るとね、戦いですけど、女の子と一緒にね、デートしたりするときはもうね、癒し、ね、癒しの空間で、そこだけがやっぱり、ホッとできる、安心できるっていうね、場所だと思いますんで、楽しい恋愛をね、将来はしてもらいたいと思います。はい、とにかくね、これからも頑張ってもらいたいと思いますし、いい方向に行ってもらいたいと思います。注目もしていきたいと思います。はい、それではチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。それではまた。さよなら。